血も止まったしな。大丈夫だ、死にやしねえ。あなたが。はあ、徳永修介だ。不思議なご縁で。あんたの名は鹿島由紀、人呼んで白雪姫。あんたは私の家で必死になって何かを探していた。あんたが欲しがっていたものは政府にとっては好ましくない極秘書類、そしておそらくは私の命だ。お願い、見て。ペスト。それもただのペストじゃねえ、注射でやられてる。悪いけど俺はお前に何にもしてやることできないな。いえ、あなたにはできます。あなただけがあの人を救えるのです。なんで。じゃあ白雪を警察に突き出せってのか。ここは奥に三百里離れて東紀満州の我が夕日に照らされて、友は野杖の石の下。ああ、サメガ橋住人には金130,000米800以上、お支払いなき場合には諸君の首を差し押さえる。よろしく、選ぶた諸君。死んでいた朝に弔いの雪が降る。はぐれ犬の遠吠え、下駄の音きし。